音楽家で俳優の星野源が21日放送の NHK ソングス50時に出演する。今回は大人の遊び時間をテーマに、責任者大泉洋とスタジオを飛び出し、都内のバーベキュー場でロケを敢行。番組史上初、大泉の手作り料理でゲストにもてなすスペシャル企画が実現した。プライベートでも料理好きの大泉が、自ら地元北海道から取り寄せたこだわりのトマトや鹿肉をはじめとした食材の数々に星野も大興奮。星野も包丁を手に取り、二人で一緒に作り上げた料理の出来栄えはいかに。番組後半では数々の遊び心あふれる名曲を生み出してきた星野の曲作りの裏側や音楽へのこだわりに迫る。さらに8月に星野が出演し、ステージをプロデュースした日本有数の大型音楽フェス、サマソニ2023についても紹介。このステージに込めた思いや舞台裏でのエピソードについて語ってくれた。スタジオパフォーマンスでは話題の最新曲生命体、さらに2021年に発表し、大泉が司会を務めた紅白でも披露した不思議、そして恋ダンスが社会現象にもなった大ヒット曲恋をテレビ初披露の弾き語りバージョンで披露する。